川のようになった道路、愛知県豊川市ではガードレールの半分ほどの高さまで水に浸かり、歩道にも水が押し寄せています。豊川観測所では昨日午前4時から今日午後3時までに249ミリの雨量を観測。豊川市の国道151号宮下東交差点一帯が冠水しています。通行止めにはなっていませんが、行き来する車もタイヤの半分ほどが水に浸かっています。溜まった水で動けなくなった車を助けようとする人の姿も見られました。一方、岐阜県八百津町では雨を防ぐため大きなブルーシートがかぶせられた住宅、被害は33箇所に上ります。岐阜県八百津町で起きた突風の被害。竜巻とみられる突風が目撃された現場です。こちらの神社の拝殿は完全に崩れ落ちてしまっています。突風に襲われた白髭神社、拝殿の柱が倒れ屋根も落ちました。近くの住宅でも屋根が剥がれたり窓ガラスが割れたりする被害が出ました。怪我人はいませんでした。昨日は寝れなんだね。また同じ風な突風が来たらと思うと。一夜明けた今日、住民は雨が家の中に入り込むのを防ぐため屋根などをブルーシートで覆う復旧作業に追われました。実はこの周辺では去年7月にも突風が発生し、住宅など100カ所以上に被害が出ています。去年本当に木を切って、それでもう今年は無事だろうなと思ってたんですよ。それがこんなんで辛いですね。こちらは岐阜県中津川市。上から土砂が流れてきまして、その土砂が池の中に入って、それが溢れてここ一面に死んでましたんで、大体2000匹ぐらいだと思うんですが。中津川市三坂にある創業100年以上のニジマスの養魚場。ここには30万匹のニジマスがいましたが、土砂が流れ込み大きな被害が出てしまいました。池から打ち上げられたり、泥がエラに入り呼吸できなくなったりして2000匹のニジマスが死にました。コロナで売れないんで、魚が死んだだけじゃなくて、もっとマイナスのマイナスになっていっちゃった。